文部科学省検定済み教科書とは、学校教育のうち、初等教育の過程、中等教育の過程に用いられる文部科学大臣の検定を経た図書のことである。学校教育法においては、次のように定められている。においては、文部科学大臣の検定を経た、教科用図書または、文部科学省が著作の名義を有する、教科用図書を使用しなければならない。 全校の教科用図書以外の図書その他の教材で有益適切なものはこれを使用することができる。第1項の検定の申請に係る教科用図書に監視調査審議させるための審議会等第8条に規定する期間を言う以下同じについては政令で定める。このうち文部科学大臣の検定を経た教科用図書は 文部科学省検定済み教科書と学校教育法に基づく教科用図書検定規則において記載し教科書の発行に関する臨時措置法に基づく教科書の発行に関する臨時措置法施行規則において表示することとされている。教科用図書の内文部科学大臣の検定を経る図書は出版社をはじめとする民間企業など国でないものが発行し検定を経て 初等教育及び中等教育で使用される。個人でも検定申請及び発行が可能である。なお、学校教育法の旧第107条、新不足第9条において、高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校、並びに特別支援学級においては、当分の間以上の原則にかかわらず、文部科学大臣の定めるところにより、 文部科学大臣の検定を経た教科用図書、または文部科学省が著作の名義を有する教科用図書以外の教科用図書を使用することができることとなっている。明治時代にも同様の制度があったが、汚職等の理由のため教科用図書の検定制度は徐々に狭まっていった。第二次世界大戦降伏を迎えると教科用図書の検定制度が見直されて、 文部省検定済み教科書が発行されるようになり、文部省が文部科学省に改祖されるとともに、文部科学省検定済み教科書となった。1886年5月10日、文部省は教科用図書検定条例を交付、小、中、市半各学校教科書の検定制が始まる。1892年3月25日、文部省は、 教科用図書検定規則を改正し、検定基準を強化。1953年8月5日、学校教育法等改正交付、小中高校教科書の検定権者が、文部大臣となる。1956年10月10日、文部省は、教科書調査官を設置。10月19日、政府は、教科用図書検定調査審議会令を改正。 委員54人を100人に増員、教科書検定が強化され、F コーパージが問題化する。教科用図書の検定を、文部科学大臣に申請した場合、教科用図書検定規則においては、と定められている。各出版社をはじめとする申請者が編集した図書は、検定意見を踏まえた上で再度申請し、検定に合格すると、文部科学省検定済み教科書となる。以前、 検定意見は改善意見と修正意見に分かれていた。ありがとうございます。